さん、内川さん、対局お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日の苦しかった成績は、ここで 4-4 来ちゃったね。ちょっとね、今日はね、きつかったっすね。きつかったね。ちょっともうどうやっても4かな、なんかせめてあればね、なんだ、せめて来た時上がりましたもんね。苦しいとこ押し返してね、親利に突っ込まなきゃいけなかったのよ、3万とか9万とかドブ筋を、まあほぼチートだと思ってたから、チートだとしたらトンも危ないみたいな。いや、そうなのよ。だけどトンはいつか切るのが一番早いなと、まあ一通も逃せないし、ダムダムポンしてっていうパターンがあるからね。そうですね、まあ、攻めるならトンからかっていう選択だったんだけどね、あとはきつかった。きつかったね。岡田さんも4戦俺は上がったもの、他がきつかったですね。もう最初にね、12,000、まさかの名本打っちゃって、こっちの方が前すごかったんですけどね、リーチついてもね、その後もね、もう一回が来なかったんですね。うまい経典とか取ったりできたのに、ね、天杯取れてね、あとはなんかもう一上がりっていうところで、まあまあね、上がれてもおかしくなかったのに、まあ、こういう日も、そうですね、あるけど、残り30戦こういう日があると辛いね。まあ、でもまだ20戦以上残ってますからね、はい、もう1-1の日を作って、ガンガンここから盛り返していきましょう、はい、しましょう。ということで、本日ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さようなら。